マチラ・ウィットルー・アン・ウィワットは、ジモンの名前で知られる、太陽国の俳優。GMMTV の制作した、マイ・ディア・ルーザーの3役、ザ・ギフテッドのウェーブ役、ブラックリストのアンドリュー役を演じたことで知られる。2000年1月15日に、タイのバンコクで生まれる。アサンプション・カレッジで、中等教育を修了した。在学中は、サッカーの学校代表選手の一人であった。 韓国大学デジタルメディア映画芸術学部を専攻している。2006年に公開された映画レベル13に出演し芸能界入りした。2015年に映画ゴーストシップにて俳優として正式にデビューしスイートボーイにて主役を務めた。またテレビシリーズのシニアシークレットラブマイ・リルボーイに似問役で出演した。2015年からは GMMTV に所属している。ありがとうございます。